何よりもよくぞご無事でお戻りくださいました。ベルドラ様、情報の対価としてお支払いしたのですから気遣いは不要でございます。それは抜かりありません。雑事の最中でしたが、ベルドラ様より戻ってこいと連絡があったので。その必要はありません。内通者を使い、全て計画通り順調に進んでおります。はい、まず最初にあの者たちの姿を元に戻しました。やれやれ、シオン殿にも困ったもの。回復魔法が通用しないではないですか。どんなスキルを使えばこうまで法則をねじ曲げることができるやら。少々荒療治になります。耐えてください。さて次。ああ、そういえば捕虜の一人はあなたでしたね。ラーメンではなくラーゼンでしたっけ。ノアール、義に恐ろしきは。まあいいでしょう。ただしリムル様に対する不敬は二度と見逃しません。直にファルムスの王都です。国取りのようなさじ。取りなすのも英雄の仕事であろう。なんとかせよ。賢明な判断です。それでは約束通りこの国の王を解放して差し上げましょう。これは失礼、ガラ空きでしたもので。我が国の特産品のフルポーションです。極上の回復薬ですよ。黙れと言っている。一週間後に返事がなければ戦争の意思ありと受け取ります。いいですね。恐怖心を植え付けるには最適と判断しました。賠償金として正金貨1万枚を要求しておきました。問題ございません。3つの選択肢を与えましたが答えは1つしかないのです。1つ目の選択を取るということは賠償をし王が退位するということ。退位したエドマリスは権力基盤を失い